ひき肉ですとか面倒な魚のすり身が楽にできるヘルシーミンサーをご紹介します粗挽き細引きはこの2枚のディスクがついてますからこれを使い分けることによって自由自在なんですねそして本体の底の部分この黒い部分ですねこちらが強力な吸盤になってますからステンレスの調理台ですとか食卓テーブル表面が平らでしたらこのレバーを下げるだけでしっかりと固定できるんですねもう動きませんずれません さあまずはこのひき肉からここにね種類の違うお肉を3種類牛肉豚肉鶏肉と用意しましたこれご自分で選んだ素材で調理ができるこれが一番安心ですよねまずはこの投入口からお肉を入れます、はい、そうしましたらあとはこのハンドルを回すだけなんですよね、はい、ハンドルの方もねこれ大きいギアがついてますからとにかく女性の方が使っていただいてもね もう楽に回していただくことができるわけですねさあここにちょっとこれ豚肉ですよねこれも入れてみましょうはいそしてこの押さえがありますからこれ便利ですよはいもう指先も安心ですしね、はい、どん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 こうやってね送られてくるわけですねはいそうしましたらここでちょっとご覧いただきたいのが今出てきたものですよねはい、こちらをえこれもう一度はい、これ投入口から入れますよはい、そうしますと、 これがなんと二度引きですよね。もうお肉屋さんでここまでねなかなかやってくれるところってこれ少ないと思いますけどねこういうことがもうご家庭で簡単に、ね、できるわけなんですよはいどうですか、ね、あとはただただひたすらこうやってハンドルを回すだけそれだけで、ね、二度引きやりますときめが細かくなりますもんね美味しいハンバーグですとかねもう餃子の,この下ごしらえにもうぜひお勧めしたいですよね さあ、今度はこのね、お魚のすり身ですよね。3枚におろしたお魚を入れましたら、これ小骨をついたままで結構なんですね。さあ、中に入れましたら、あとは同じようにハンドルを回すだけなんですね。さあ、このすり鉢を使いますとね、もうとにかく手は汚れるわ、面倒だわ、時間はかかるわの、このすり身が。ほら、ご覧のようにもうどんどんね、もうみるみるできてきますもんね。はい、このつみれ汁のね、この下ごしらえ、これいいですよ。さあ、 その他、今度はこれイカですねはい、またエビですとか、まあ、その他ねいろんなこの魚介類ももうとにかくねすり鉢いらずで力いらずもう楽で早くねしかも簡単にできるわけなんですよねはい、ご覧のようにどん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 この硬いイカもねスーッとこうやって引いてくるわけですよはいそして使った後のお手入れなんですがご覧のようにすべて外して丸洗いができますからとても衛生的ですよね 毎日の美味しい手作り料理に、このヘルシーミンサー、ぜひお勧めします。